アンドロメダを救うペルセウスは、ルネサンス期のイタリアの画家ピエロディ・コジモが1510年から1515 15年頃にかけて制作した絵画である。テンペラ画。主題は、ギリシア神話の英雄ペルセウスとヒロインであるアンドロメダを主題としている。レオナルド・ダ・ヴィンチとフランドル派の影響が見られる作品で、フィレンツェでメディチケと熾烈な権力闘争を続けた。 ストロッチ家に由来し、後にメディチ家のコレクションに加わって、ウフィチ宮殿の最も重要なコレクションが収められたトリブーナで展示された。保存状態は極めて良好で、現在でも当時の繊細な仕上がりや色彩、色調を見ることができる。現在はフィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。同じくウフィチ美術館肖像の 無限在の親鳥と聖人たち。オイデウスの変身物語によると、ゼウスとダナイの息子ペルセウスは、メデューサ退治からのキロ、翼のあるサンダルを履き、風を切って空を飛んでいた。すると、エチオピアの海岸で、ケッペウス王の娘アンドロメダが、海の怪物の生贄にされようとしているのを発見した。彼女の母カシオペアは傲慢にも、 自分の美しさを海の女神ネレースたちに自慢し、ワタツミ・ポセイドンはネレースたちが受けた侮辱を晴らすため、怪物を送り込んで国土を荒らしたのであった。そこでペルセウスは怪物と戦って、最後にメデューサの首を用いて退治し、アンドロメダを助け出して彼女と結婚した。海の怪物との戦いの後、ペルセウスがメデューサの首を海藻の上に置いて、 海水で汚れを洗い落としていると、海藻は、メデューサの魔力を受けて、硬くなり、サンゴと化した。ジョルジョ・バザーリによると、本作品は、フィリッポ・ストロッチから注文されて描いたものである。ピエロ・ディコジモは、フィレンツェの建築家、バッチョ・ダーニョロが1510年から1511年に、かけて建設したパラッツォ・ストロッチで、フィリッポ・ストロッチの息子。 ジョバンニ・バッティスタ・リ・ロレンツ・ォ・ストロッチと結婚したクラリーチェでメディチの寝室の家具に絵画を制作しており、1510年9月11日にロック・フローリンの報酬を得ている。婚礼の家具にふさわしい主題の本作品はこの時に描かれたのではないかと推測されている。ピエロ・ディ・コジモは怪物を殺してアンドロメダを救出する英雄ペルセウスを描いている。怪物は 入り江の奥深くまで入り込み、画面左の海岸に繋がれたアンドロメダを襲おうとしている。アンドロメダは恐ろしさから身をよじり、顔を背けている。彼女の衣服は裸、肌があらわとなっている。画面左下では、ケッペウス王やカシオペアをはじめ、多くの宮廷人はアンドロメダの運命に絶望している。画家は物語をドラマチックに描くことよりも、 物語を明確に描くことを重視しており、複数の場面を維持同図法的に描いている。画面右上に描かれているのは、物語の最初の部分、空を飛ぶペルセウスが、怪物に襲われるアンドロメダを発見する場面である。彼はオイディウスが語るように翼のついた靴を履いている。画面中央ではペルセウスは巨大な怪物の背中に立って止めの一撃を振り下ろさんとしており、 さらに画面右下では怪物を倒したペルセウスがアンドロメダと共にケッペウス王と宮廷人たちから歓喜を持って迎えられている場面を描いている。そのため画面の右側と左側では宮廷人たちの描写は全く対照的である。学人たちは空想的な楽器を奏でており登場人物たちはオリエンタルな衣装を待っている。 ピエロディコジムは、レオナルド・ダ・ヴィンチが考案したニホースフマートを用い、さらにおそらく北方のフランドル派に触発されて、背景のディティールを詳しく描くことに力を注いでいる。バザーリは、画家が、これ以上美しいものや優れたものを描いたことがないと、語ったことを伝えている。画面右端には同じくフィチ美術館に所蔵されている、ピエロディ。 コジモの無限在の親鳥と聖人たちの聖ペテロによく似た、髭を伸ばした老人が描かれている。この人物はおそらく画家の自画像と考えられている。絵画は最初にロレンツォ・ストロッチからコジモ・デ・メディチの定身で秘密自重のスフォルツ・アルメニに送られた。その後メディチ家のコレクションに加わり、1589年にはウフィッツイ宮殿の最も重要なコレクションが 展示されたトリブーナに飾られていた。当時の目録には、レオナルド・ダ・ヴィンチの作として記載されている。以前は、ペルセウス神話の他のエピソードを描いた3つの絵画も、ウフィス宮殿にあったが、現在は、ダバンツアーティ宮殿で展示されている。これらの作品はかつては、画家本人に帰属していたが、現在は、画家の追随者マエストロ・ディ・セルミドの作とされている。ありがとうございます。